はい、どうも、カドエンでございます。本日はですね、木曜日ということで、こちらのマガジンの43号についてね、話したいと思います。そして、先週もね、ちょっと話させていただいたんですが、今週号からようやくね、寄宿学校のジュリエットが、なんと移籍後初連載ということでね、別冊マガジンで連載してたんですけども、まあ、こっちのね、週刊少年マガジンの方に移籍してきたということでね、だいぶ前から分かってたことではあるんですけども、僕個人も、この寄宿学校のジュリエット知ったのも、その時に新連載がいくつか、今後行われるってところで、なんか寄宿学校のジュリエット新連載じゃなかったんやけど、移籍するっていうのがそこで初めて分かって、結構デカデカとね、記事に載ってたんですよね。で、それで、なんか75万部突破とか、あ、めちゃくちゃ売れてんなと思ってね。まあ、大体売れるから移籍してるんですけどね。そういった中でコミックスちょっと全部買ってみようかなと思って5巻買って、いや、めっちゃおもろいじゃん。これはマガジン来るな、シューマが来るなと思ってね、ずっと待ちわびてたんですけども、ようやくね、今回、初連載、もうね、言うことなしです。めちゃくちゃ面白かったなと思いますね。もう先に感想言っておくとね、実際にやっぱりね、いかんせんシューマが以外読んでなかったりすると、まあちょっとね、この作品のこと知らないって方は、まあいるとは思うんですけどね、その方のためにもね、実際この今週号のマガジンのところで、寄宿学校のジュリエットの、まあなんていうかな、人物紹介とか、世界観こういう設定になってますよっていうところのページがあるんですよね。それはこういうような、こういうのページになってるんでね。まあよろしかったらそちらの方に読んでいただければね、もうほとんど内容はわかると思うんでね、そんなに難しい設定でもないしね、世界観とかももうシンプルになってるから、まあね、そこを読んでいただいてね、どういう作品かを理解してから本編の方をね、ぜひとも読んでいただきたいですね。でね、やっぱりちょっとね、どこを注目したいかっていうと、遺跡ってところですよね。もちろんね、他の作品もね、僕が知ってる限りでは、かぐや様とかね、そこが、やっぱりね、ちょっと印象深かったってところが、まあ、かぐや様も移籍してから初めて知ったんですよね、僕的にもね。で、だからね、移籍って結構すごいことなんですよね。もうやっぱりね、ちょっと別冊マガジンをまだ舐めてたかもしんないけども、そこでそもそも、100万部近く売れてて、まあ、75万部なんですけど、75万部売れたことによって、おそらくそれが理由でね、週刊少年マガジンに来たってところで、もう人気があるからっていうのが大前提なんですよね、遺跡の理由ってね。多分ね、雑誌によったらなんかあるかもしんないですけど、まあ同じマガジンってこともあるし、そういった中で考えると、やっぱシューマガが一番ね、まあ優劣つけるわけじゃないですけど、まあ講談社の中で一番売れてる部数が、一番売り上げが高いんじゃないですかね。その雑誌に載るってことがどんだけすごいことか。いや、それはね、本当にね、雑誌購読者が、まあ、読んでる方じゃないとね、わからないことなんじゃないですかね。実際にもね、まあ、フェアリーテール終わってしまったってところもあるけど、まあ、その中でね、寄宿学校のジュリエットが割って入ってね、まあ、一応ね、同じ雑誌ってことはね、やっぱここからね、他の作品とも争っていかないといけないですよね。もうね、ジャンルは違うけども、ダイヤのエースとか、七つの大罪とか、はじめの一歩とかね、もうそこら辺のね、もうすでにね、人気を博してる作品とも戦っていかないといけないし、なおかつもうこれ、ね、作者の金田先生も、別冊マガジンは、月1でやってたけど、まあ、週刊少年マガジンはね、週1だからね、もうそのペースがね、もう全然違うってところがね、もうほんとハードになるんですよね、今後ね。作者の方もだいぶ大変だと思うし、まあ、なおかつね、コミックスの多分出る頻度も、変わってくると思うんですよね。週刊と、あと月刊とそういうところはね。もうそこはね、作者の方もね、嬉しい反面、大変なこともあると思うんですけども、もちろんね、頑張っていただきたいっていうところもありますしね。まあね、まあまだ始まったばっかりですし、もう、だいたいちょっとね、週刊派の人っていうかね、週間しか読んでなくて、今回初めて知ったっていう人が、どういう反応してるのかっていうのもちょっと気になってますよね。もう、寄宿学校のジュリエットをどういう風に、見たんかな、第一印象とかでもね、ちょっとそこは知りたいところもあるんですよね。まあ、僕もね、一応ね、別冊マガジンではまだ多分ね、読めなかったんですけど、こっちに来たとはいえ、まあ、コミックス全部持ってるんでね、もう面白さは十分に分かってるってところでね、もう全然ね、心配することは何もないんですけども、いやー、やっぱりね、今も言ったようにね、ちょっとね、いかんせんペースが、
半端ないってところでね、出るペースがね、そこがちょっと作者の方大丈夫なのかなっていうところはちょっと心配はあるけども、まあでもね、それはやってみないと分かんないですしね、いらぬ心配だったってところをちょっとね、そういう風に考えたいところではあるんですけどもね、今後考えるとね、第一嬉しいってところはもちろんファンもありますし、作者の方ももちろんあると思うんでね、いや今後もね、もうどういった作品なんかはもうここの、カラーのページを読んでいただいて、それかちょっと僕もね漫画紹介はしたんでね、そちらの方でもねぜひとも動画を見ていただきたいと思いますしね。はい、ということでね、今回はね寄宿学校のジュリエットが初めて移籍してきて初連載ってところでね、それには触れらずには入れないってところでね、ちょっと話させていただきました。まあ内容については今もさっきも言ったんですが、僕も動画も漫画紹介もしたんでね、そちらの方も見ていただきたいですし、こちら本編でもね、設定とか世界観とか人物紹介とかも、載ってるんでね、そちらの方でもね、ぜひとも読んでいただきたいと思いますね。ちょっと言うと、別に前後は全くないですよね。週刊少年マガジン初めて読んだって方でも、全然、1話から読んだって言っても過言ではないと思うんですよね。もう1話と内容、まあ全然違うけども、まあそこから読んでも、スタートは全然変わんないと思うんでね、どっかから続きを描いてるってわけではないんでね、そこはもうしっかりしてるんで、全然心配ないところだと思うんでね、ちょっと気になった方はぜひともね、まあ立ち読みでも構わないんで、一応目を通していただいて、そこから、コミックスの方をね、ぜひとも買っていただきたいなと思いますね。まあ遺跡に関することもね、ぜひとも僕もね、寄宿学校のジュレットは、まあ知ってたからいいんですけど、知らない奴がこうやって遺跡で来たということは、まあ遺跡自体はすごいことっていうのは分かってるんでね、こういう風にね、取り上げて喋りたいとは思ってるんでね、まあそれは知ってる知ってないはもう関係なしに、遺跡したことってところでね、テーマにして喋ろうとは思ってますんでね、まあ今後どうなるか各雑誌全然分かんないんですけども、まあこれ移籍してほしいなっていう考えは自分的にはあるんでね、まあその考えはまあ殺しつつ、移籍に関することはね、今後はね多分間違いなく喋るとは思うんでね、今後ともね、そちらの方にもね、ぜひ目を届けたいなと思います。はい、本日もご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録とツイッターのフォローもどうぞよろしくお願いいたします。それではバーイ。